カパラダイスオーケストラとせーのスーパーダイスとせーのイマスですすごい15人お祭り王女隊今日のテーマがラッキーだったこと、はい、ラッキーだったこと、はい、スカパラ的にラッキーだったことは、うん、結構我々オリンピックの開催地に、はいはい、ライブで行ってる時にオリンピックがあるあら、はい、レコーディングが多くて、はい、ロンドンでしょ。まずロンドン、そう、ロンドンと、うん、あと前回のリオ、リオの帰りがけの空港で選手団と会ったいいじゃん、ね、いやいいめっちゃ盛り上がった。それは盛り上がる。向こうは僕らのことちょっと分かんないんで、そうスーツ着てないから一般化してない。いるんだよ一般化しちゃってそのことがそれがラッキーの。めちゃくちゃラッキーです。どうした？ガモちゃんどうした？ガモちゃん笑ってる。いやいや丁寧に突っ込んでたな。その割には誰も拾ってないから。ガモちゃんね。ガモちゃんいつも声小さいのよ。あの子声小さい。あんたもっと声張ってください。よガモちゃん。はい。今瀬君。それで言うと、はい、僕先週先々週間ヨーロッパ行ってまして、市場で遊びに行ってて。でそれその時にちょうど選手団の方たちが、一緒に飛行機乗ってて、それはすげえ、めっちゃラッキー、すごい、すげえ、いいことありそうだもんね、すげえ、これはラッキーだ、これラッキーです、ね。さて皆さんのラッキーは何ですか？ありがとうございます。この後すぐ。